はい、ヤッホー、サルタンズに来てます。前回、むっちゃ見られてる女の子、むっちゃ見られてる前回どこでしたっけ、ランディングライバティバティダイナーでしたっけ。そこでオイリが入ったシェーブアイスですね、それを買ったんですけども、その後美味しいからサルタンズに行く言うて、結局カスバに行っちゃったのがあるんですが、ということで今回リベンジしにやってきました。サルタンズです。サンタルズではなくてサルタンズですね。サルタンズ。この間僕テンパってサンタルズって言ってましたけど、サルタンズです。風が強いからちょっと僕の声が拾えてるかどうかわかんないですけど、じゃあ行ってきます。レッツゴー。ダガ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 ダ。いやそれじゃない。急げ。風えぐい。ちょっとこれむちゃ風音拾ってるやんな。風がね、むっちゃえぐいの。むっちゃえぐいから早くしやんと、もう溶けてる、やばい結構準備してたんやけどな、すぐに取れるようにしてたんやけど、もうこんな感じで、ね、ドロドロ。はい、というわけで買ってきました。おいりが入ったシェーブアイスのビーチゼリーですね。サンタルズじゃなくてサルタンズね。サルタンズですよ、サルタンズ。はい、じゃあ溶けるからいただきます。やば、ほんま溶けてるわ。やば。でもほら、取れるよな、これな。取れるよね。分かってるって。よし。ほんとこれレギュラーにしてほしいよな。ほんとこの生クリームとオイリのハーモニー、最高やで。生クリームちゃうわ。ソフトクリームな。ソフトクリームとオイリのハーモニー。で、ソフトクリームの下にはこんな感じで、かき氷が入っています。で、その下にピーチゼリーのゼリーが入ってます。個人的にはもうこれ全部生クリームじゃないや、ソフトクリームにしてもらって、その中にオイルを全部入れてもらうだけで全然 OK なんですけどね。いや、というわけでピーチゼリーのシェーブアイスいただきまして、2018年の七夕メニューはこれで多分食べ納めって言って、俺これしか食べてないなこれしか食べてないな。そういえば他なんか食べたっけ。食べてないわ、やばいやー、まあちょっと来年は北斎とか桜とかそっちの方の七夕メニューも行ってみたいと思いますが、なかなか予約が取れませんので、果たしてどうなるか。じゃあ皆さんの願い事が叶いますように。笹の葉サラサラ。何ち終わりかて